やーたーやーたやーたやーたしえやーたーやーたやーたやーたしえやーたしんちゃんねこんにちはこんばんはおはようございますということで今日は、もう少しでワールドカップがカタールワールドカップが近いということで日本代表のメンバーを使って試合やっていきたいと思います。ワールドカップで、初戦の相手は確かドイツ、スペイン、コスタリカっていうこの順番で、やっていくんですけども、日本代表のとりあえずメンバーを招集いたしました。私が選ぶ日本代表のメンバーはこの選手たちです。左サイドバックは長友佑都ではなく山原レオン選手を選ばせていただきました。現在、7アシストで J リーグ4位っていうことで、素晴らしいクロスを持ってるんですけれども、そうですね、個人的には、選ばれてほしいと、選ばれてほしいと思っていますということで今日はね今回試合やっていきましょう。相手のメンバーこんな感じです。おお、チェルシーの純正の方ですね。ありがとうございます。我チェルシーが好きということで、チェルシー相手にどこまで、ね、通用するかやっていきたいと思います。相手にフォワードにはそうですねいますね、カイハフェルツとか、スペイン代表もいますし、ドイツ代表もイングランド代表もスペインはいねえなけどいますね。いろんな代表の選手がいると思うんで、まあ、アスピリクエタいたんですけど、まあ、やっていきたいと思います。日本代表がねどこまで通用するかやっていきたいと思います。今回は実況なしでやります。この辺でハローエブリワンって言ってるはずですね。よし、ブルー行こうぜ、サムライブルー。日本日本は日本、はあ、日本。やべ、ベルナいるやん。あ、これ相手合わせてくれたのかな、スペイン、あのブラ、なんていう、ドイツ代表っていうことで初戦の相手吉田麻也がどこまで止めれるか、ハフェルツと。オッケーオッケーオッケー、やべえ、いいよいいよ、こうやって剣の大事、剣の大事。まあ、大体キーパーケパですね。負けない、こういうとこ負けない。いやー、富安強い。アフェルツに勝ちます、セリア。山原のファーストタッチ、オッケーオッケー、ナイス。いや、似合いますよ、ユニフォーム。うわ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 ということで、ね、歌わせていただきます。ありがとうございます。ワンツーしよう。いやー、これ通したいね。相手もね、ちゃんとね、チェルシー集めてくれるってことで、めっちゃ見応えある試合だと思います。やばい、センターバックいない。お、ナイス。はっきりやっちゃっていいんじゃない？そう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 。お、そこシュート打っちゃえ。え、コーナーじゃない？いや、オッケーオッケー、いいよ。立ち上がり、やっぱつなぐのもいいんですけど、やっぱはっきりねやっていきたいと思いますね。行きましょう、行こう行こう行こう、取れる取れる、オッケーオッケー、いいよ。森保はじめをね勝たせましょう、絶対に。オッケーオッケー、前ボール出てない。いやー、クレイじゃん。クレイじゃね。いや、素晴らしい。ワンツーしたい。南野抜け出した。南野、ナイスキーパー。いや、南野いいね。抜け出したね、トップ下。素晴らしい、この動き。うん、素晴らしいよ。マジで、ね、ワールドカップやっぱ先制点大事ですね。失点しないこと。菅広樹、見せてくれ。伊東純也、予選制得点です。酒井宏樹のクロスに伊藤純也です。素晴らしいです。いや、酒井宏樹ね、うまいボール蹴るね。うーんって言うよ、マッキャッサロも。素晴らしいね。うん、行こう行こう行こう、この1点絶対守っていこう。ベルギー代表みたいに、ベルギーの時みたいにもうね、あんな思いはしたくねえぞ、みんな。おい待って、おい寝んな。オッケーオッケー。オッケー、南野めっちゃ動いてくれる。大迫と、大迫優也、やっぱな
やばい、これクロスで大阪優也。チェルシーにね、もう2グラっていうか、もう相手ね、スペイン代表とか、ドイツ代表とかいっぱいいるんですけど、その相手にこの 2-0 っていう早い段階で、もしこんなね、結果になってほしいと思います、普通に。ティモ・ベルナーはね、多分出ると思うんで、移籍しちゃったんですけど、ライプツヒに、また戻っちゃった。冨安、そう、ナイス、冨安。はっきりやる。やるとこはっきりやるっていう。これ絶対センターバックにバスじゃない？いやー、キーパーね。オッケー。スペイン代表のケップいましたね。アスピリクエタ選手。いやー、素晴らしい。いやー、ちょっと伊藤純也もっと自分で仕掛けていいかもしれない。縦。オッケー、素晴らしいですね。全然山原選手使えてないですけど、やっぱシュート0本。シュート打たれなきゃ負けませんもんね。ということで後半もね、やっていきましょう。もしね、ドイツ代表かスペイン代表かコスタリカの代表持ってる選手いたら、もし、試合やりたいと思うので、予想試合、お願いします。山原と三笘のさ、見たくね、このサイド。どっちもドリブルうまい。クロスに伊藤純也。ちょっとね、ミスったね。これなんかキックエントしちゃった。本当はね、まあ、強いのでドーンって男に入れたかったけど、まあ素晴らしい。いいよ、取れる。いや、素晴らしい。南野うますぎ。逆サイドに三笘いいんじゃない？そう、三笘いるよ。仕掛ける。いや、山原上がってほしい。いや、このね、このコンビいいよ。山原のクロスに大迫勇也。いや、惜しい。この縦のね、ドリブルマジたまらん。フォーファールしていいんじゃない？フォーファール。やばい。いや、ナイス、素晴らしい、吉田麻也。よっしゃ、山原レオン、ちょっと何もできなかったんですけど、チェルシー相手にね、勝つことができました、日本代表。次の試合やっていきましょう。ということで、2試合目やっていきたいと思います。選手の調子は、みんな普通ってことでね、さっきの試合はね、伊藤純也選手と南野拓実さんの活躍によりね、これドーンって言ってね、チェルシー相手に勝つことができました。次、敵のメンバーを見ていきたいと思います。そうですね、プジョルとか、スターリングとか、やっぱスペイン代表とか、いますね。スペイン代表いっぱいいますね。スペイン代表、イングランド代表とか、昔の選手とかイングランド代表もね、いっぱいいるんで、またこの人、チェルシーファンじゃないですか。まあ、今回は山原レオンね、ちょっと見せていきたいと思います。え、ここら辺、絶対ハローエブリワンっつってる。ほら、行った。なんで解説入ってる？よし、やっていきましょう。今回は白っていうことでね、第2戦、スペイン代表っていうことで、感覚的には。ワンツー。南野拓実ナイスキーパー。いやー、惜しい。もう伊藤純也のね、このな、伊藤純也の突破でもクロスでもうドスコイっていう、もうシーンしか、ありえないと思いますね。三笘に山原のクロスに、いやー、惜しい。大迫勇也、惜しい。いや、いい流れでしたね。三笘の、いや、三笘でこの山原にパスして、山原のね、極上クロスに、まあ、素晴らしい。あと何本かすればね、入ると思います。このクロスたまんない。いや、大迫勇也半端ないってしてくれ。そう、ナイス、大迫半端ないって、自分で言った。ナイスキーパー。いいよ、すごいよ、自分でね、シュートいっていこう、全然。キッカー、山原でいいって。いやー、ドンピシャでエンド渡る、惜しい。ドンピシャで、何で出す？オッケー、ってことでね、後半ね、やっていきましょう。
もうまたシュート0本なんで、これもうちゃんとね、日本代表ね、シュート0本で抑えてます。素晴らしいです。うわ惜しい、これだよ大迫、この極上素晴らしいクロスをドズンって言ってほしいね。長友佑都のね、黄金期のだったあの素晴らしいクロス持ってるんで、山原には。あとドリブルも速いし、ちょっと遠いわゴールから。 OKOK でもいいよ。今日の日本は違います。よ、来たよ山原レオン。山原レオンのクロスに伊藤純也、素晴らしい。この形もう山原もう攻撃参加して素晴らしいです。この形、この形をね見してくれ、ワールドカップで。しかもポイチ選んでくれ山原を、絶対に。で2試合目もね、うん、スペイン代表に勝利することができましたということで、いやー山原選手の素晴らしいクロス、クロスでね勝つことができました。またシュート0本ですよ相手チーム。これですねゴールシーン。このちゃんと山原が上がって、この素晴らしい右足クロス、伊藤純也、素晴らしいです。非常にこの崩し、左足で上げると思わせて右足で上げて伊藤純也ってことで、今回は日本代表を使って世界の強敵とチェルシー FC とかとやってきたんですけれども、すべて2勝することで、ワールドカップ予選リーグ突破っていうことになりました。ありがとうございます。左サイドバックに置いた山田選手は、の活躍により2試合目、クロスで勝つこともできました。ぜひ、長友選手ではなく山原レオン選手を選出していただきたいと思います。そうですね。そうですね。このね、山原レオン選手はまだ大卒2年目なんですけども、まだ22歳で若い選手なんですけど、全然選ばれてもおかしくない選手だと思いますし、うん、そうですね、三笘と、山原レオンのサイド見てみたいし、見てみたいね。ってことで、今日の動画はここまでになります。チャンネル登録お願いします。もし、スペイン代表、ドイツ代表、なんだっけ、コスタリカ代表の、チーム持ってる人いたら、もしぜひ、対戦よろしくお願いします。お願いします。ということで、オープニング入ります。オープニングじゃないです。エンディングでやります。じゃあ、さよなら !Goodbye! See you next time! ありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、それにもほかほかやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。 OK です。